はい、皆さんこんにちは。企業からパイジャイことイジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに精通する話をしたいと思うんですけど、本日はビジネスのお話です。はい、でですね、本日のお話なんですけれど、継続は力なりではなくて、継続さえできれば成功できないわけがないというお話をしたいと思います。まあこの話何なのかっていう感じなんですけど、これまあ他の動画でエジソンのお話をしてるんですけど、まあそちらこの動画のですね説明欄に貼っとくんで、そちらもよかったら見てください。で今日もですけど、マインドマップで説明させていただきました。あっちの方がちょっとね、説明の方をやっぱり内容濃く話せるんで、ビジネスの方は今後はああいった感じでマインドマップでお話していきたいと思います。それでは動画の方こちらどうぞ。はい、それでは説明したいと思います。継続こそ成功なりという言葉ですね。まあそもそもですね、これ何のために継続するのかって言ったら、まあもちろんですね、目的達成のためです。はい、これまずですね、冒頭覚えておいてください。では行きます。はい、でまあ僕ですね、今までですね、まあそんなめちゃくちゃ読んでる人たちとはね、まだあれなんですけど、まあそれでもですね、その一般の人たちよりはまあたくさんですね、まあビジネス本とか成功者の本読んできました。でまあね、どの成功者もやっぱりね、継続さえできれば成功できないわけがないと言ってるんですね。でまあホリエモンさんとかも言ってますし、まあこのエジソンとかもそうなんですよ。でエジソンとかなんてまあ有名な話なんですけど、まあ電気の発明にですね、1万回失敗して、でまあその1回で成功してるんです。1万回も継続をし続けたことによって成功することができますね。はい、でこのままいきますね。でまあじゃあそもそもこのマインドセットって何だったっけっていう話なんですけど、マインドセットはまあビジネスに没頭するマインド、まあつまりは継続する力ですよね。挫折しない力っていうものを作ります。挫折しないっていうその力がマインドセットなんですね。なのでまあ僕はビジネスマインドセット大切だよなんつってるんですけど、なのでこれ継続になりますね。マインドセットはね、挫折しない力、諦めない力、継続になります。はい、でじゃあね、これ継続こそ成功なり。じゃあ例えばですね、これ YouTube で例えますね。 YouTube でじゃあ毎日投稿します。毎日投稿して、まあ最初は誰にも見られません。マジで見られません。でもまあね、100とか200、300ってなってくると、まあ動画が増えることで Google のアルゴリズムにまあ検索されやすくなります。でもうどんどん増やしていきますね。で1000、2000、3000と増やします。でまあ継続し続ければ、まあどこかの動画でまあ必ずヒットしますね。誰にもの目にも映らないことは絶対ないので。でまあそのどれかの動画でバズればいいという話なんですけど、いやおいおい、そんなにマジで簡単なのかって話です。はい、じゃあここからいきます。そもそも成功のための継続であるということをまず理解しなきゃいけません。今言った通りに、まあね、最初は YouTube でね、最初は誰にも見られないけれど、まあ動画が増えることで Google アルゴリズムに検索されやすくなり、まあどんどん増やして継続し続けることで、まあどっかの動画がヒットして、その中のどっかの動画でいずれバズればいい。でこれで成功しなかったらどうなのよって話したんですけど、じゃあこれで成功しないっていう理由ってなんだろうって考えましょう。もちろん毎日同じ動画を投稿していてはダメですよね。毎回同じ動画なんて見てもしょうがないんで、増やしてもしょうがないですよね。であとね、動画が全部30秒とか20秒とか1分とか、こんな動画ダメですよね。でもまあそもそも内容がクソだったらダメですよね。見られませんよね。ほら、じゃあやっぱり継続だけじゃダメじゃないかっていう話です。はい、じゃあこちら言ってもらいたいんですけど、そもそも考えましょう。これは成功のための継続であって、誰かにやらされてるわけではない。つまり成功のために継続と軌道修正を必ず行うということです。はい、じゃあこれやっぱり継続だけじゃないじゃんっていうかもしれないんですけど、こちら一番初めの冒頭に戻ります。何のために継続するかです。僕たちは目的達成のために継続をしなければなりません。つまり軌道修正も目的達成のためですね。軌道修正も、継続も両方これ目的達成のためなんですね。なので、まあ、相当のバカじゃない限り、目的達成するためにですね、毎日同じ動画をね、全く同じ動画を毎日投稿したり、毎日30秒のとか1分とかのやってて、でさらに内容がクソな動画を毎日何年も10年もやるやつは絶対にいません。なぜかといったら、成功のために継続をしているので、必ず軌道修正を行うということです。まあ先ほども言ったんですけど、まあエジソンが毎回同じ実験を繰り返してるわけじゃありません。必ず電気の完成までに、まあ軌道修正を絶対に行っていたわけですね。で軌道修正は目的達成のためっていうことです。わかりますかね。じゃあ例えばですね、これをダイエットに例えます。はい、ダイエットに例えます。でマイナス5キロのダイエットは継続で必ず成功するというお話をします。目標は1ヶ月でマイナス5キロですね。
で、まあ結果どうなったかって言ったら、1ヶ月でマイナス1キロです。で、これはダイエット失敗です。しかし、この状態で失敗じゃない状況を作ります。ダイエットを失敗させない場合は、そのまま継続します。1ヶ月はダメであったが、ダイエットは進行します。ここで失敗の理由を考えます。結果、食事改善ができてないことが分かりました。なので、再度チャレンジをします。つまり、失敗をもとに改善点を実行するということです。で、これでまた失敗した場合、こちら戻って、この理由を考えます。で、再度チャレンジします。そして、ここに来ます。で、失敗をもとに何度でも改善点を、実行することによって必ず成功に持ち込むことができます。継続することで失敗はしません。継続で目標がマイナス5キロ、結果はマイナス1キロ、ダイエット失敗、ここで継続を断念、挫折した場合はダイエット失敗になります。ダイエットは再度チャレンジすることによって改善点を見つけ、チャレンジすることによってそれを実行し継続することで絶対失敗しません。で、マイナス5キロで成功になるまで続けることで、必ず成功するということです。継続と軌道修正で必ず成功するということです。いいですかね。もう一回一番初めからまとめます。継続こそ成功なり。何のために継続するのか。僕らは目的達成のために継続します。で、YouTube でこれを10年間続けます。で、10年間続けても毎回同じ動画ではダメだし、動画がそもそも30秒とか1分の動画じゃダメだし、内容がクソだったらダメ。絶対にこんなんじゃ、YouTube では勝てません。じゃあ継続だけじゃやっぱ無理じゃないかって思うかもしれないんですけれど、そもそも僕らの目的っていうのは目的達成のためだから、継続も軌道修正も目的のためなので必ず行動します。これです。成功のために継続と軌道修正は必ず行います。もちろんエジソンだって毎回同じことはやっておりません。必ず軌道修正します。なぜかといったら目的達成のためだからです。はい。まあ、ダイエットに例えると、今言いました。5キロのダイエットで、目標は5キロ。でも、実際は1キロ。でも、ダイエット失敗。で、やめたら挫折。でも、進めば、いい。ここ。継続するダイエットは1ヶ月でダメだったが、ダイエットはそのまま進行させる。要するに継続です。失敗の理由を考えて、改善点。再度チャレンジをして、失敗をもとに改善点を実行する。で、これを繰り返すことによって、必ず成功までいくという話です。はい。みたいな感じですね。これはですね、なので僕ですね、ビジネスで最も大切だよっていつも言ってるの、なんでマインドセット僕うるさいかと言ったら、ここなんですよね。マインドセットはですね、挫折しない力なんですよ。つまりこれ継続になるんですね。で、僕たちは目的達成のために継続をするという力をマインドセットで作ることによって、目的達成のために必ず行動をするということです。必ず軌道修正をする。で、このダイエットの話なんだけど、それを何度もチャレンジすることで必ず成功ということなんです。なので、ものすごく大切なんですね、このマインドセット自体が。はい、みたいな感じですね。なんで、まあ僕がですね、今までビジネス本を読んできた成功者たちっていうのはこれを理解してるんですね。どの成功者たちも継続さえできればって言ってるんですよ。継続さえできれば成功ができないわけがないと言ってます。というのは、こういった感じの、はい、継続ができない場合は失敗だけど、それ以外は失敗にはならないからということです。まあ僕ですね、物販を教えてるんですけど、僕の場合ですね、これ物販ね、無在庫の物販を教えてます。はい。で、これ、100% 失敗しません。言ったけど、今みたいにその継続ができなかった場合失敗となります。しかし、無在庫物販っていうのは商品をそもそも持ちません。出品するだけでいいので、はい、要するに無限に出品することができます。じゃあ、まあちょっと不可能な話なんですけど、じゃあ Amazon の商品の半分以上を出品、はい、これ絶対まあ不可能なんですけど、例えばこれができたとしましょう。 Amazon の商品の半分以上出品したら、まあ、どういうことになるかって、もう多くなんてもんじゃないですよね。 Amazon って、まあ、世界の Amazon ですからね。なんで、まあこういうことです。
要するに諦めちまえばダメだけど物販無在庫なんで、これ半永久的に続けていくことで半永久的に売り上げを伸ばしていくことができます。はい。なんだけれど、まあ先ほども言ったんだけれど、もちろん全く何もわからない状態で、ね、改善点とか何も考えないでやっていけば、それは全く売り上げ伸びないです。はい。なんでそういったためにですね、まあ僕の他の動画でもまあね、いろいろ無在庫の物販のやり方の話しております。はい。なんでまあそういったものを見てもらってですね、まあ勉強してもらえたらなと思います。はい。みたいな感じですね。今日はですね、継続こそ成功なりというね、まあ成功者たちがみんなそれを言ってるので、まあ今回はそれについてなぜそうなのかという話ですよね。まとめさせていただきました。はい。どうでしたかね。皆さん継続してれば結構いいとこまで行けますよ。僕もそうです。僕は死ぬまでこれやめるつもりありません。失礼しました。なんでまあ無限に稼いでやろうかななんて思っております。この話って多分マジだと思うので、僕本当に小卒ぐらいの脳みそしかないんですけれど、でも継続だけで今現在本当に社長業をやっております。本当に収入もだいぶ変わりました。はい。みんな本当にね、継続ビジネスやりたいんだったら、諦めたらそこで終わりだけど、続けることによってどこまでも行くことができるというお話になります。はい。こんな感じですね、今日はビジネスのお話をさせていただきました。僕のこの動画はですね、ヒップホップの情報と、あとビジネスの情報を発信させていただいております。で、あと僕ツイッターをやってます。ヒップホップとビジネスのね。で、あとブログもやってて、で、そちらのね、情報を全部この動画の説明欄の方に URL 貼っておきます。あと物販興味ある人、僕ですね、現在 LINE 公式の方やっております。で、そちらですね、登録していただきますと無料で物販のですね、無在庫物販のノウハウ1個プレゼントしてます。で、それプレゼントしてる理由は、なんで物販でお金が儲けられるかっていう、そのシステムをとりあえず理解してもらいたいからです。あと初心者のために物販の用語リストを一つ、無料で、配っております。全くビジネスわかんない人にとっては、まあ結構いいんじゃないかなと思ったんで、そちらの方も用意させていただきますので、まあよかったら、LINE 公式の方、登録の方よろしくお願いします。ということで本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。企業からパイイージャイ。